結婚式は愛の中で。皆さんこんにちは、野中愛です。この番組は私野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション結婚式は愛の中でです。それでは早速ご紹介しましょう。先週に続いてお迎えするゲストはこの方です。はい、皆さんこんにちは、杉山里穂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わー、やっぱ今回も綺麗です。あ、何ですか、なんかもう後ろも、なんだろう、ドレスでね、こう結構露出がならではじゃないですか、でもめちゃめちゃ背中がすっごい綺麗で、肩の骨も綺麗。本当ですか。嬉しい。骨の髄まで。ありがとうございます。結構下の方もボリュームが、そうなんですね、あるドレスなんだね。すごいふわふわしてて綺麗で、うん、素敵ですね。似合ってます。ありがとうございます。はい。じゃあ今回も早速始めていきましょう。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で、本日も野中がご案内いたします。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルモの提供でお送りします。浜松町駅たった1分で貸し切りでアットホームな結婚式場があるの。絶対みんなにも喜んでもらえると思うんだ。エルブライトハウス行ってみよう。結婚式は愛の中で。改めまして野中愛です。そしてゲストの、はい、杉山里穂です。よろしくお願いします。りょうちゃん、前回あのメイクの、はい、今ハマってる好きなコスメありますかって話したじゃないですか、はい、うん、あれが実はですね、はい、わかりまして。あ、本当ですか。はい、はい、B アイドルの秘密のオレンジではないかと、はい、それでした。秘密でした。魅惑じゃなかった。なかったね。ちょっとでもこれあれだよね、 B アイドルの、はい、あのあかりちゃんのそうでプロデュースの、はい、なんかそういう名前がつくんだよね、毎回なんか、うん、魅惑のなんか乙女のピンクとかなんかね、なんちゃらみたいなみたいなね、ちょっと3文字で間違えました ね、 ね、惜しい。秘密のオレンジだそうです。ググってください。女の子ファンの方はぜひ、はい、お揃いがね、はい、欲しい方はね、いるかもしれないもんね。本当にキラキラして可愛いパレットなので、ぜひぜひ。メールいきますか。はい。はい、ということで、じゃあメールたくさんいただいてますので紹介していきたいと思います。はい、これはラジオネーム総太郎さんからいただきました、はい、ありがとうございます。iPhone ゲストの杉山さん、こんにちは。こんにちは。杉山さんのプロフィールを拝見したところ、はい、趣味特技が、うん、キックボクシング、うん、料理、ああ料理という意外すぎる2つが肩を並べていることに驚き、はいはい、杉山さんは強さも優しさも持ち合わせているということかという結論に至りました。いい、はい、この2つの特技についてお話を聞いてみたいです。はい、あ、これは本当ですか。あ、はい、あ、料理、あ、うん、はい。料理は結構ギャンブルなんですよね。料理ってギャンブルじゃないですか。あれ、ギャンブルですか。ギャンブルなんですよ。私、じゃあそのお話聞きましょう。私の中で料理はギャンブルで、うん、うまくいくときはすごいうまくいくんですけど、食べれるものになるんですけど、うん、うまくいかないと本当にうまくいかなくって、それが日によって違うんですよ。なんか本当に素敵な、うわ、これは映えだ、インスタだみたいな料理ができる時もあれば、うん、なんか三角コーナーかなみたいな状態になる時もあって、本当にびっくりしちゃう。最近それこそ調子こいてクッキーを作ったんですけど、敗因は多分調子こいたことなんですけど、多分何にも見ないで調子こいてこねて焼けばいくべって思ってやったんですよ、ハートの型にくりに行ったりなんかして。あ、写真見た。あ、そうなんです。あれすごい見た目は可愛いじゃないですか、うん、なんかよくできたそうだったよ。なんですけど唐揚げの味したんですよ。なんで、すごくないですか。分かんないですよ。だからそれも分かんなくて、なんかギャンブルだなって。なんで唐揚げ怖い。なんで、まあ敗因は調子こいたことですよね。
でも分量見なくて作れるとかすごいことだけどね。そうですかね、唐揚げになったけれども、けども、ってことか。あとキックボクシングは、キックボクシングは、なんかその私戦ったことがなくて、その生きてて結構アニメとかで戦うシーンとか多いじゃないですか、やーてやーみたいな掛け声、戦う、で私その役とかいただいた時戦ったことないなって思って、そうなんですよ実際に、だからちょっと戦ってみたいなと思って始めて、だから結構ガチめ、ま、試合とかはやってないんですけど、その、あのでかいあれ何でしたっけ、あのサンドバッグ、サンドバッグに向かってこうハッていってるんですけど、なんか先生に結構ガチめ、杉山さんだけなんかサンドバッグに恨みあんのかぐらいのガチめでいくねって言われて、やっぱ戦うのを想定してやってるので、そうだよね、そうなんです、全然戦わないんですけど、そうなんです、その蹴った時の感覚とか、できるだけ体感したい人間で、そうなんですよ、それで始めました、確かに使えるかもね、そうね、殴ってる時蹴ってる時の感覚みたいな、筋肉の使い方みたいので多分声も変わってくるんじゃないかなって思って、もともとその舞台で演技を学んだ人間なので、なんかできるだけ体感した方がいい演技ができるんじゃないかって思ってるので、だからそのやったことないこととか、戦ったこともなかったので、それがそうなったって感じですかね。そんな何かにそれでゲームで活かせたとかあった？行かせました、それこそその、1年前かにその波を聞いてくれっていう作品で主人公をやらせていただいたんですけど、1話目冒頭から熊と戦うシーンがあって、熊と戦ったんですけど、戦えたなって感じはそうなんです、本当は実際に熊と戦いたかったんですよ、なんか経験したくて熊戦う体験みたいな、なかったなかったんですよね、だからちょっとサンドバッグで熊に見立てていきましたね、ちょっと迫力ある戦いできたんじゃないかな。いや、やっぱ違うんだろうね、でもやっぱサンドバッグとクマまたちょっと違うと思うので、その違いは攻撃してくるもんね、ですよね、ブラーってくるんで、ちょっとそれは申し訳ないって思いながら、この話聞いてからもう一回そのシーン見たくなるね。あ、本当ですか。あ、これがこういう蹴りからこういうね来たんだろうとかね、来たなって役に立つね、キックボクシング。そうですね、なんか筋肉の使い方って大事だなって思いました。いや、そうなんだ、はい、いいね、じゃあ優しさと強さもそうですね、いい言い方ですね、ありがたい、仕事にも活かせて、そうですね、ね、はい、いいですね、はい、ということでメールたくさんありがとうございました。以上になります。この後は番組コーナーにもお付き合いいただきます。はい、という絆は続いていく。株式会社サンセルモ。はい、ずっとあなたのそばにいます。結婚式は愛の中で。先ほどのジングルはラジオネームもこじいさんからいただきました。ゲストの方に言っていただくスペシャルジングルでした。続いてはこちらのコーナーをお届けします。聞かせて理想の旦那様ランキング。はい、ということで、ゲストのりほちゃんに答えてもらった理想の旦那様に関するアンケートの結果をランキング形式でご紹介していきたいと思いますけれども、はいはい、ちょっとまずは作品の中の理想の旦那様ランキングです。はい、これいきなり第1位ぶっちぎり1位だったってことですかね。好きすぎる、そして金をかけすぎている本当にグッズ買いすぎてる、大変なキャラクターですね。第1位は、呪術廻戦の五条悟。はい、もう大好きな3文字ですね、もう悟だね、もう五条悟大好きな3文字なんですけど、ちょっと今日なんか布教しようと思って、はい、いろんな五条悟のグッズを持ってきて、さっきからもう目に入っててこれが
五条悟君ですか。そうなんです。ちょっとこちらまずフィギュアなんですけどちょっと私物で持ってこさせていただきまして、ちょっとこんな感じで顔がいいですね。足が長いですね。もう最強。あのこのキャラクターは呪術高専専門学校の1年生の担任っていう役職についてる。そうなんです、うん、呪術廻戦ってどういう話かっていうと、うん、あの簡単に言うと呪いっていう化け物がいて、それを呪術師がぶっ倒すぜみたいな話なんですね、うん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 、簡単に言うと指食べちゃうやつね。あ、そう、指食べちゃうんです、うん、主人公のゆうじくんはその指食べちゃって、その呪術師になるみたいな、うん、で呪いと戦っていくの中の五条悟っていうキャラクターなんですけど、うん、あのこのキャラクター最強の呪術師なんですよ。あ、強いんだ。そうです、一番強いんです、うん、本当にこの子が生まれたが、生まれた瞬間に世界の均衡変わったぐらいの、本当にもういろいろ背負いすぎてるキャラクターなんですけど、まあみんなご存知の通り顔はいいんですね。本当に顔がいい、うん、顔はちょっとがん決まりな顔なんですけど、この顔はちょっと顔がいい、顔がいいっていうのと、あと、まあ、結構何でもやれちゃう最強キャラクターみたいな感じなんですけど、なんか何でもやれちゃうから、そのあんまり自分で何もなんかしないようにしてるみたいな。で、あと自分のこと性格悪いとか言ってるんですよ、うん、なんかひょうひょうとしてるキャラクターね、うん、でも悪い、まあ、悪いは悪い、女の悪い人は性格悪いって言わないもんね、まあ、そうなんですよ、そういうとこあるのが好きだなっていうそういう割に結構なんか世界のこととか、あとなんか教え子のこととか呪術界のこと、そう一番考えてるから、うん、いやそういうとこやぞ五条悟って思ってて、本当に本当なんかかっこいい、そして本当にいろんなものを背負いすぎてるんですよ彼は。本当にいろんな過去が結構から重かったりするの、もう最強っていうのもあるしっていうので背負ってて、今本市の方で大変なことになってるんですけど、早くどうにかしてほしいって思いながら、ちょっと大変だっていう感じの感じでちょっと紹介させていただいてもらって喋りながら次々に増えていってるけど、そうなんです、本当に、うん、でもこれ本当に一部で、ちょっと先ほどちょっと画像でちょっと見ていただいたんですけど、ね、祭壇、うちの祭壇にはもうなんか増えすぎて、今のところ発売してるこのアクリルスタンドっていうのがあるんですけど、うん、これ全絵柄持ってるんですよ私。もうすごい戦い抜いて頑張って買ってるんですけど、もうそうなると飾る場所がないっていうので、その飾るのを全顔が見えるようにこうミリ単位で調整してって多分ないように 2.5 で、あ、いいね、その顔いいねっていうのをこうやっていくのが祭壇構築なんですけど、最近あ得意だなって思い始めて、そうなんですよ、ね、このほんの一部なんですけど、ちょっとこんな感じで今日はちょっと可愛いですね本当に可愛いですね、顔がいいトップを持ってこさせていただきました、でも結婚したいかって言われると、結婚はしたくないかもしれなくてランキングこの結婚旦那様にしたいランキングって言いながらも、どちらかというと推しランキングみたいな感じになってて、推しランキングはもう今のところダントツ1位ですか。ダントツ1位なんですけど、なんか推しに接触したくないタイプのオタクなんですよ。遠くから見てたい、干渉したくないタイプのオタクなので、会いたいとかそういうことじゃないってこと？そうなんですよ。だからでも五条悟のために私が何になれるんだろうってすごい結構1週間ぐらい悩んだんですけど、悩んで、結果は？結果は、その五条悟の無限になりたいなって思って、その五条悟ってその能力で自分の周りに無限っていうものを張って、なんかバリアみたいな感じで、この無限があることで、あの触ることができないんですよ、守ってるんです、この無限の空間が。だから最強なんですよ、物理攻撃全く効かないので。で無限ってもう存在、彼にとっても存在、発動して存在してるものだけれども、なんだろう、その無限を改まって意識しないじゃないですか、あるもんだから。それぐらい空気、私たち空気みたいなこと。そうですそうですそうです、それぐらいの認知がいいなって。なんか生き物として関わりたくないんですよ私、推しには。私は無限でいいってこと、無限がいいって、空気でいいみたいなこと。一番無限がいいなって。そうか、ダントツ1位でも他にも一応2位とか、バイオハザードのレオン。あ、そうですね、レオンさんも大好きで、お父さんがそのバイオハザードシリーズ大好きで、1からずっとやって
ってて、うん、で私もそれをずっと見てたんですけど、レオンって2のプレイングキャラクターなんです。操作することができる男の子なんですけど、うん、そのレオンって2の一番最初の冒頭って、なんだろう、最初付き合ってた女と別れて、うん、で自暴自棄になってお酒をわーって飲んで、ちょっと飲んだくれてたら、うん、その遅刻しちゃって、うん、で遅刻してる間にそのラクーンシティっていう街でゾンビパニックが発生して、うわー大変から始まるんですよ。すごい可愛くないですか、なんかあんた主人公でそんなイケメンなのに、なんでそんな、なんかドジっ子みたいな、その飲んでる間にゾンビ発生してましたみたいなお茶目なとこがすごく好きで、で一番最初やっぱゾンビに遭遇すると怖いじゃないですか、だからすごいビビったりとか結構青臭い感じなんですけど、どんどんやっぱ倒していくうちにやっぱレオン自身も成長してって、途中からなんか憎まれ口みたいな叩くようになるんですよ。ちょっと余裕が出てきて、でシリーズ超えるともうその余裕しかないんですけど、私はその中間のその余裕がないレオンっていうのもすごく可愛くて、そこが好きだなっていうポイントですね。可愛い、可愛い、そうか、本当に、はい、そうなんだ。そしてもう一人、あ、待っていた、ポケモン、ポケットモンスターソード&、はい、シールドのネズ、はい、ネズさん、これはちょっとグッズを持ってきたんですけど、ネズさんが、これがネズさんですか、こちらなんですけど、可愛いですね、非常に可愛いお顔をしてるんですけど、あのネズさんっていうのが、うん、そのソード&シールドシリーズのジムリーダー、悪タイプのジムリーダーなんですけど、その今回そのソード&シールドシリーズってダイマックスっていうポケモンがすっごい大きくなるっていうシステムがあって、その大迫力で戦い合うっていうのを、なんだろう、現実でいうサッカーの試合みたいにちょっとしたコンテンツになって経済回してたりするんですね。でこのネズさんはスパイクタウンっていうところの悪タイプのジムリーダーなんですけど、うん、それぞれの町って、そのダイマックスするためのパワースポットがあって、そこで大きくなって、うん、で戦い合って、それで観客呼んで経済回したりとかしてる中で、ネズさんの町そのパワースポットがないんですよ。だからダイマックスできなくって、うん、そのせいで人も集まらなくって、うん、でちょっと街が廃れてっちゃってる、うん、でなんか委員会の人が、いやなんかその街移転してパワースポットあるところにスタジアム作らないかいみたいなこと言ってるんですけど、ネズさんはそのスパイクタウンが故郷だから、うん、絶対に俺はここに出たくないですっつって、うん、で俺が盛り上げますっつって、そのダイマックスなしでジムリーダーをやってる。でそれ以外にもそのジム以外でも盛り上げたいって思ってミュージシャンとかやってたりとかして、本当に背負ってますね、いろいろ背負って、本当に可愛い、なんかよく頑張ってるねっていう、じゃあ飾っとく、あ、飾っときました、ここら辺に、可愛いですね。はい、そっか、いいね、楽しそうだね、推しキャラいっぱいいて、あ、楽しいです本当に、ね、推しキャラのために生きてます本当に。グッズ買うために本当に仕事しないと破産するので、ね、本当に頑張って働きます。よし、頑張ろう、お仕事頑張ろう、はい、はい、続いては未来の旦那様に求めることランキングです。はい、これは聞く前に私の中が予想してみたいと思います。はい、私の予想では、そうですね、なんか背負ってる人がでも実際2次元じゃなくて3次元背負ってる、そうですね、3次元で背負ってる人と結婚、大変か、ちょっと面倒くさそうですね。そうだね、でもツンデレみたいな人が好きなんじゃないですか。あ、そうですね、私が書かせていただいたらまず3位、はい、3位からお願いします。はい、3位は、ゲームが上手いこと。全然違う、全然ツンデレでも背負ってもない。そうですね、あ、でも背負ってることは大事だと思います、本当に責任感、責任感っていうか何かに挑戦してる人とかが大好きで、背負ってる人、背負ってる人。でも第3位はゲームが上手い人。上手い人、私ゲームすごい好きで、私もプレイするし見るのも好きなんですよ、だから友達とかとゲーム会したりとかして友達のプレイを見るのとかも大好きで、だからなんかこの価値観が合う人だったらいいなって。りょうちゃんがどのくらいのレベルなのかわかんないからさ、上手い人がどれくらいのさ、あ、でも全然上手くないです、私本当に全然全然上手くないと思う、多分エンジョイ努力みたいな感じです。
エンジョイしながら努力。天才的では全然ない。じゃあまあ一緒に楽しめる人だったら大丈夫。そうですね、はい、そっかそっか、ゲームが上手い人。じゃあ続いて第2位は。はい、第2位は包容力のある人ですね。大事だね。はい、なんか結構包み込んでくれるというよりかは、うん、私が結構トンチンカンな性格というか、結構なんだろう、好きなものにめちゃくちゃ全力ダッシュだったりとか、なんか、うん、すごい祭壇作っちゃっても、そうなんです、うん、大丈夫、いいよって言ってくれる人じゃない、多分私と付き合えないんじゃないかなって思ってるか、同じやつ買ってるよねとか、違う、いう人じゃない、顔が違うみたいな、構図が違うやみたいな、絵師がちゃうやろみたいな、絵師、そう。だからそこら辺をいいよって言ってくれる人じゃないと、多分先方から NG なんじゃないかなって、私がとかじゃなくて。そうなんですよ。でもやっぱ推しはちょっと手放せないので、ちょっとちょっとこれだけは許していただきたい。本当に頑張るから、頑張って仕事するから、そこはもうね認めてくれる包容力でね。はい、じゃあ最後に第1位は。第1位がやっぱり優しさですね。優しい人、めっちゃ現実的なところ、さっきの話何だったんだぐらいなんですけど、そう、やっぱちょっと二次元の人と現実の旦那は違うっていうことで、そうだね、優しさは大事かなって思いますね。優しい人か、どんな優しさを求めますか。結構なんだろう、言い方悪いかもしれないんですけど、何でも許してくれそうな人何しても許してくれそうな、なんか結構多分そのスキンシップとか多めだと思うんですよ。抱きついたりとか、結構抱きつきもタックルみたいな感じになりそうだなって思う、なーって勢いがあるんじゃないかなって、今のキックボクシングを経て思ってるので。でもそれでも許してくれそうな人とか、結構トンチンカンなこと言っても許してくれそうな人、そうな人かなって、だいぶ心広めで、そうだよね、お願いしたいなって。ちょっと攻撃仕方わかんないから、ちょっとキックボクシング行ってくるとか、かわいい、かわいいです ね、防御の仕方を覚えようとしてるってことで、攻撃クマ倒すとか嫁が検索してたら、若干大丈夫かなと思うもんね。あ、本当ですか、あれ、そっか、うん、そっか、そういうのもいいよいいよ、頑張れよって、お仕事にね頑張ってねみたいな。そうですね、それぐらいじゃないと多分ついてこられないんじゃないかなね、はい、ということで、ランキングは以上になります、はい、ご回答ありがとうございました。ありがとうございます。そして残念ながらここでりょうちゃんとはお別れになります、はい、お知らせをお願いします。はい、まあ、前回もちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、北のメディア芸術アンバサダー、あ、言えた、アンバサダーアンバサダーを務めさせていただいておりまして、はい、まあ、前の前回にもちょっとお話しさせていただいたんですけど、漫画部門、イラスト部門、アニメーション部門の3部門で募集をし終わりまして、今審査中で、1月頃に、大賞などの発表ができるのかなと思っておりますので、ぜひちょっとホームページの方でチェックしていただけたらなと、はい、そして、最近ちょっと出演させていただいた作品でちょっと違うものだと、うん、モンスターハンターライズっていうゲームがありまして、うん、カプコンさんなんですけれども、大好きカプコンさんなんですけど、モンジュという、フギエン様の姪っ子のキャラクターを、うん、演じさせていただいておりまして、一応プレイングキャラクターなので、うん、その操作できるキャラクターなんですよ。なので私の声でモンジュっていうキャラクターのビジュアルもありつつ、うん、そのゲームで操作できるっていう、今 DLC にて発売中なので、ちょっとそれでモンハン楽しんでいただけたらなと思います。モンハン楽しいんですよ本当に、モンハン楽しいんですよ本当に、モンスター倒すのが本当に、あとツイッターをやってますので、はい、引き続きぜひフォローしていただけるとありがたいです。はい、本当に出演作品か推しの話か、うん、ハムスターのことぐらいしかつぶやかないかもしれないんですけどぜひぜひ
ご覧いただければと思います。はい、ぜひ皆さんチェックされてみてください、はい、ということで2週続けてご出演いただきましたがいかがでしたか、はい、すごい楽しかったです。本当に野中さんがなんか話し上手というか本当に本当に回し上手苦手すごいトークを回してくださって本当にありがとうございます。すごい楽しみでした。ちゃんもこうやって、ね、いっぱい持ってきてくれたからトークも弾んで本当ですか、助かりました。ありがとうございます。ぜひこの後ねあの SNS 用にいっぱい写真を撮らせていただきたいと思いますので、はい、頑張ります。お願いします。寿司で、はい、はい、恥ずかしいりょうちゃんも可愛いんですけれども、はい、いろんな表情を撮らせていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、今回はゲストの杉山里穂さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。浜松町駅徒歩1分、気心の知れた仲間と過ごす特別な時間、大切なゲストにサプライズで二人らしさを、エルブライトハウス。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。プレゼンツ結婚式は愛の中で、お開きの時間が近づいてきました。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ainaka@joqr.net、 愛中をローマ字にしてください。番組公式ツイッターとインスタグラムもぜひチェックしてくださいね。アカウントはどちらもウェディング_愛中です。そしてこの番組は放送終了後に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにてアーカイブを配信しております。過去の放送も見られますのでチェックしてみてください。それではここでエルブライトハウスからのお知らせです。エルブライトハウスでは11月27日土曜日にブライダルフェアを開催予定です。2日前までに事前にご予約をいただいた方には試食付き見学会を無料でご案内しております。ご予約の際にあいなか見たよと言っていただくとちょっとしたサービスもあるということで、ぜひご参加ください。エルブライトハウスのホームページまたはお電話でご予約ください。電話番号は035733-3390です。ということで第138回目の放送でしたが、いやーりょうちゃんの推し活楽しそう。なんか私もなんか推しキャラとか作りたいなっていうか、作るんじゃないでしょうね、きっとハマるんでしょうね。落ちる、どんな沼にはまる、どんなんだろう、なんか楽しそうだなと思いました。またねお色直しで次の推しキャラ変わってるのかな、次来るまでずっと好きなのかな、ぜひぜひその辺もねなんか聞いてみたいと思うので、またお色直しして来ていただけたら嬉しいです。それではまた次回エルブライトハウスでお待ちしております。お相手は野中愛でした。来週も愛の中で、バイバーイ。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルムの提供でお送りしました。